こんばんは。わあ、ここですか、じゅんさんが新しく買ったっていう豪邸は。そうなんです。ようこそ私の別荘へ。かっこいいな。じゃありません。はい。はい、ここは？ここはケメルゴルフリゾートさんのホテルです。おお。ホテルにしてはでかすぎ。ベッドが4つあるお部屋で、しかもワンちゃん OK。おお。大きいお部屋をご用意していただきました。はい、ありがとうございます。説明というか、まあ、ご紹介できればと思います。はい、ここが食卓ですね。今夜なんとですね、バーベキューもできるということで、ここでですね、はい、そちらも後で見せていきたいと思います。はい、シートはいっぱい引いちゃってるんですけど犬がね、はい、これがワンちゃんの入っていい小屋、はい、使っていい小屋、ゲージ大きいからね、何2匹とか3匹ぐらいだったら全然、うんうん、入りますね、大丈夫かなと思います。うん、そしてもしかしてこちら側は寝室、入っていいんですか？私とゆっこの寝室を、金星ですよ、男子金星ですよ、はい、あ、もうあのドアは開放的に開いて入ってるんですけど、こちらが寝室でございます。デレン、あ、寝てますか？あ、起きたのゆっこさん、お疲れの様子で、お疲れですね、大変でしたね、あったかい、うん、確かにほかほか、おお、いいですね、ベッド大きいですね。そう、ベッド大きいのよ、嬉しい、セミダブルのベッドが2つあります。はい、ヨキだね、ヨキです。めっちゃ足広げても大の字で寝れます。はい、はい、そっちは、こっちはお風呂入っちゃったんだよね。あ、いいんですか、見て、ちょっとあんまり汚いからちょっとすぐ片付けようかな。大丈夫ですよ。汚くない？いや、そんなことない。トイレも綺麗です。はい、メイク落としとか、うん、洗顔とかも全部あるので、うん、はい、良きです、完璧です。もうポンってきていいですね。そうね、にゃっ、かわいい。もう一個、さやか先輩とブル様とポムオです。ポムオ助けた。そう、常に狙う。そうなの、常に狙われてブル様がね、ポムオを狙ってんの。あっち行きますか？あっちはどんな感じ、行ける？汚いですか？私とさやかさんの、なんかむしゃ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 ってやつ。あ、確かに、まあ、ちょっと、まあ、荷物ちょっと私たち結構、まあ、荷物乗っけてます。まあ、でもこれ十分ですよね、4人で泊まるのに。あ、こっちにテレビもあるんだ。はい、多分別々に貸してることもあるのか。あ、そうなんだ。確かにそんな気がする。確かにこれ P できますもんね。うん、だからこっちにも一応テレビはあるんだね。うんうん、だしこっち借りてもいいし、うん、あっち食卓付き、うん、リビング付き、うん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 、ダイニング付きもできるんだ。そんな感じですね。こっちにもだからトイレと、そう、あれが置いてある。うわ、僕持ってる。すごいね。普通にお風呂空いてます。はい、以上お部屋紹介でした。イエーイ。あ、ここサムネで使えそうです。はい、次はキッチンの紹介をします。はい、多分この中で一番自炊をしなそうであろう私が紹介します。お願いします。冷蔵庫もう今ないんですけど、あ、お酒しかないんですけど、これがね、用意されてたんですよ。うん、じゃーん、これ野菜、これがお肉、ほらすごい量だね。そう、マシュマロもあるし、ハンバーグもできるし、ソーセージもあって、あとじゃん、見てこんなにあるんですよ、お野菜と。じゃーん、ほら、あ、結構いっぱいあるんだね。そう、いっぱいあるんです。ウインナーも、鶏肉も、私の大好きなアスパラも、えっ、やば、伊勢エビ、伊勢エビっていうの、オマールエビ、オマールエビかな、うん、エビさん、あとこれアワビ、うん、アワビもある。すごい豪華です。これをあそこで焼いて食べるみたいです。はい、じゃあこれを今からみんなで焼いて食べていきます。イエーイ。ね、はい、わー、すごい、すごい、すごい、ジュー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 。
母と取るの。完成にも飽きたです。はい、すごいピーマンが揺れてる。すごいピーマンだ。いただきます。うわー、めっちゃ美味しそう。なにこれ、大丈夫？いいね、美味しそう。いい感じ。美味しそう。食べたい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 。やばーい、めちゃめちゃ美味しそう。ね、いい感じ。ノッキーだね。めっちゃお腹空いてきちゃった。ね、匂いでもすごいですね。ノッキーだね。お買い物行ってきてくださってありがとうございます。今日はお疲れ様です。お疲れ様です。鬼の方買ってきました。鬼のもの初めて。キーパー、キーマレモンだよね。鬼滅好きだし、キーパーな鬼かな。結構レモンの味しっかりして。これもできるわ。ステーキソース、これ何、何ソースこれ。これステーキソース。ステーキソースは、ミスジ、これだ。おお、これミスジ。あとこれにフォアグラも一緒に焼けって書いてある。フォアグラ、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 フォアグラでーす。焼き上がりましたら、フォアグラをステーキに入れて、ステーキソースをちょっとお召し上がりください。かける。ここにある。あります。待って待って、行くよ。フォアグラが、うわー、うわー、おー、めっちゃ美味しい。うわー、早く食べたいねー。おいしそう。早く食べたい。いい感じですね。お肉良さそう。お肉良さそう。うん、食べるか。お肉食べよう。熱食しよう。熱食。え？肉から昔アスパラつまんでた。え？私は？肉じゃないでしょ。とりあえず。肉はもう揚げた方がいいと思う。そっか。いただきます。そう。アスパラも。うん。何言ってたの？ステーキ。ステーキソース？うん。どう？美味しい？うま？おい。ピーン。逆？逆じゃない？逆だね。ハートになるんですよ。なるほど。いただきます。暑い暑い。うん。どう？うまい。うまい。うん、うまい。いただきます。うん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 。おい何？おい何？うん。みんなお花やってるから。ハートなの。おいしいってやって、じゃあ2人でやる。これ多分もうフォアグラいける気がする。熱そうじゃない。これもステーキですか？ステーキソース。え、ストップ。熱い。暑いね。めっちゃ暑いですよね。ちょっと待って。うん。やばい。ちぃちゃん。うん。え、すっごい美味しい。柔らかい。今さ、聞いてなかったでしょ。え？やったよ。やるの？ちぃの後にこうやった。あ、吐くね。それを二人でやるっていう話だったんで。もういいか。かわいいです、かわいいです。タイミングが難しかった。そう、難しいですね。美味しそうだね。食べましょう。うん、すごい美味しい。すごい、もう取ってくださいね、どんどん。じゃあ一旦、食していく。いや、やっていく。食べていく。いつも何飲む？いつもですか？うん。いつもは、レモンサワーか、うん、フレークサワーか、うん、梅酒マロックか、うん。じゃあ、梅酒の方がいい。うん。焼酎も足りられたんですか？うん。そうなんだ。なんか
味は黒きり。あー、飲み合ってるよね。うん、でも私の焼酎、大体食べる。あ、ほんとに黒きり、赤きり、うん、王座、御嶽。うん、どう？生コーヒーのやつか、ほら、水割りで飲んだ方がいい。うん、水割りで。コーヒーあんま分かんないよ。うん、私こんなにご飯さ、一気に食べたら酔っ払う前に終わるんだけど。わかる。でしょ、うん、だから、うん、もうちょっと飲まないと。あ、普通。じゃあ、なんか私も楽しみする、うん、二刀流でいきますか。うん、二刀流でいこうかな。じゃーん、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 アクレだ。アクレ一緒だよ。リキリも飲ましちゃう。ちょっとだけもらいます。日本酒めっちゃ私弱いんで。いや、私も やばいよ。本当ですか。うん、昨日飲んでる。昨日行ってましたよね、でもね。今日ね、カメラで手伝ってくださったゆうさんが、プレゼント。プレゼントしてくれる。クリスマスプレゼント。メリークリスマス。あ、でも、両方でいいかも。うん、おお、美味しい。割と辛め。そう、豚肉大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、豚肉さ、コチュジャンで食べた。あー、あれ。あ、キムチは買ってきてないや。あー、うん、うん、名前出た。いきますね。お、お、お、これどっち面からいきます？裏？あ、表？辛？どっちなの？こっち？辛じゃない？辛辛を3人ってって書いてある。あ、そうだ、説明、説明がある。最初言いましょ、ガーリックバター。え、なになに、あ、なんかさ、使い道を間違えちゃいけないかもしれない。これだろ。やばい、せっかちできる、ね、アイディアでさ、これ使いましょうじゃないんだって。急にさ、雑なのやめてくんない？さっきはさ、効率よくみたいなやってたし。え、でもなんか、でも今も効率よく言ってるんですよ。殻を下にして焼き、はい、焼いてます。ガーリックバターソースを身の上にかけて焼いていただくと、身離れしやすくなります。あ、じゃあかけたらいいのかな。もういきます。まみたいだよ。え、アワビに関してはアワビに関して言いますと、さん届きます。殻から外してますね。もう外れてますよね。殻ついてる。殻から外します。え、殻ってどうやって外すんですか。殻、え、お姉さん、どうやって外すの。おやおや、え、これさ、ガシャ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 って言うんじゃないの。ガシャ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 。うわ、すごい天才。もう一丁だ、メス。癒着がひどいっすね。汗拭いてメス。メス、癒着がひどいな。あ、何、出血。まずい。成功。ちょっとこれはやばい。成功です。ありがとうございます。オペ成功。さやかさん人気者。さっきね、3人にね、膝の上に乗られてました。しかも気づいたら、気づいたらできるやっぱあれとか言って、あれとか言って、用意光ってるだけ。あ、確かにそれはありますね。うん、うん、ふーなの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 、ふーなペコロ。大丈夫ですよ。 Thank you。 うん、おいしい。あ、温かいですか。でしょ。うん、ぬるいでしょ。うん、おいしい。え、これ食べていいんですか。うん、食べて。食べた。そんなに。うん、おいしい。え、どうなんですか、実際お二人は。いつまでにするんですか。結婚？わかんない。なんかめっちゃ実際はさ、願望みたいなとこで言うとさ、
しなくてもいいじゃん。いや、したいけど。かっこいい。したいし、した方がいいと思うし、ね、いろいろな、こう、考えるとでしょ。だし、ゆきりんが30になった時は、また変わってるかもしれないけど、それはね、もしかしたら違う形の何かができてるかもしれないけど、うちらの年は、やっぱしてないとアウトじゃん、やっぱ。だからしとかなきゃいけないからと、一旦ね。じゃあもう自分のことだけで周りのいろんなものがなかったら、別に今しなくてもいいかな、みたいな。あ、とは思う時もある。だけど、でも私子供欲しいからしたいね。だけどそれが結婚しなくても、分かんないじゃん。え、あれだ。なんか、当たり前になってるかもしれないじゃん。しなくても、しないこととか、事実婚みたいな感じになることとか。今はさ、なんかシングルとかなるとさ、ちょっと子供、なんかね。っていうのはさ、まあ、なくはないじゃん。一旦結婚する予定だよ。どんな人なんですかね、じゅんさんの相手とかさ、楽しみなんですけど。何で結婚するんだろうな。分かんない、本当に分かんないな。結婚はちょっと分かんない。あと彼氏もできないし、結婚相手も見つかんないみたいな感じだもんね、状態的に。タイミング、そうだよね、タイミングね。ごめんね。なんなん、ブルちゃん。この救済される、もうみんなに追いかけよう。いいね、楽しいね、ポモね、いつも一人で来てたからね。嬉しいね、ポちゃんね。いっぱい遊んでもらってるね、二人。よかったね。ゆきりはいつまで結婚されるか。ないです。あ、でも子供は後がいいんですけど、まあまあね、子供は28とか29とか30手前がいいんですけど、結婚だけは早くしようかな。あ、それだとやばいですかね。よ、まあ、で新婚生活 2,3 年したい、あ、子供なしでね。そう、うん、まあそうね、結果本当どうなるかさ、まず分かんないもんね。一番分かんないですね。ゆうかさんはどうなんですか。ゆうかさんはもう、さっき2人で話したんですよね、主婦憧れるとか言って。そうまあまあ、週で、何回か仕事行きたいなって。そうね、結構それの方がいい。合ってる、合ってるよ。ゴルフの仕事もしてみたいなね。二次会です。今からは今日ラウンド中にね、みんなに質問を募集したと思うんですけど、まあ、面白いのとかだけ答えていくので、面白いの、そうなの、あ、これみたいなのが。